アジェナハジェミに計画のためにアジェナ標的機器として使われた。ロッキード社工場内のアジェナ宇宙機生産ラインアジェナはアメリカ合衆国のロケットである。打ち上げ用ロケットの上段としてまたは人工衛星に組み込まれるサポートバスとして長期間使用されてきた。もともとはロッキード社が WS-117L 偵察衛星計画のために開発したものである。 WS-117L 計画はキャンセルされ、セイモス衛星ミサイル観測システムとコロナ高解像度光学偵察衛星およびマイデスミサイル防衛装置警戒衛星の3つに分割された。これを受けてアジェナはいくつかのプロジェクトのために組み込み機器として使われた。そのプロジェクトの中にはコロナ計画、アジェナ標的機器などがある。標的機は ジェミニ計画のランデブー実行やドッキングの試験に大いに活用された。また、キャリアロケットの上段として、アジェナはアトラス、ソウ、ソラド、タイタン5にも利用され、スペースシャトルやアトラス V の上段として活用することも含めて、様々な検討がなされた。1959年2月28日から1987年2月のアジェナ D 最終打ち上げまでに、 総計365本のアジェナロケットが打ち上げられた。いくつかの任務では、ペイロードはそのまま直接アジェナの上に組み立てられた。アジェナは電力、通信機能、三軸安定による姿勢制御機能をペイロードに供給する能力があったので、それを買われてのことだった。ペイロードコンポーネントはアジェナの標準的な隔壁のすぐ上に位置していた。あるミッションにおいては、 ペイロードはアジェナの内部に組み込まれず、その代わり打ち上げ後に切り離されたものがある。これはアシェントアジェナとして知られている。アジェナは複雑で、さらに高解像度なカメラを搭載するよう改良された、コロナ衛星のような従前よりも重く精巧なペイロードを支援するため、原型であるアジェナ A 型から2回改良が施された。アジェナの最終打ち上げは1987年2月12日。 アジェナ D をタイタン34バイトの上段に用いた構成でのことだった。365機の全打ち上げはアメリカ航空宇宙局及びアメリカ空軍によって行われた。アジェナは直径が1.5メートルあり、三軸安定していた。搭載していたベル8096エンジンは燃料に非対称ジメチルヒドラジン酸化剤に 抑制赤炎症酸の組み合わせを用いて7 1トンの水力を有していた。この組み合わせはハイパーゴリック推進剤であり、故に点火システムを必要としなかった。このロケットエンジンは頻繁に行われる無線操作で軌道上で何回にも渡って再着化することができた。エンジンはアルミニウム製であったことは特筆に値する。 スロートとノズルを冷却するための再生冷却水管はまっすぐなガンドリルで開けられていた。エンジンはコンベア B-58 ハスラー爆撃機のキャンセルされたロケット推進核弾頭ポットのために開発された XLR-81 推進システムから派生したものだった。1959年までアジェナはディスクバービヒクルもしくはベルハスラーとしても知られていた。 アポロ計画の有人月着陸船上昇段に使用されたエンジンはアジェナを忠実に模倣した。水平飛行するアジェナの姿勢制御は3つのジャイロスコープ、2つの水平線センサー、窒素フロン混合物を吹き出すマイクロジェット、これら3種類の機器を制御する完成誘導パッケージからもたらされた。ピッチングローリング制御は2つの密封された積算ジャイロユニットで測られた。 レートジャイロユニットは軌道上を進む速さを測ることでようエラーを測定した。ジャイロで測ったピッチングとローリングの誤差は水平線センサーで高基版で追加された太陽トラッカーとスタートラッカーでの測定も追加して修正された。これらのことはアジェナに改良されたコロナのカメラによってより良い地上解像度の画像を得るために必要な 高い標準安定性を与えることを可能にさせた。アジェナは宇宙空間で地球を周回している間は一定の方向を向くよう設計されたので、静的な熱制御システムが搭載された。アジェナの電力の宗教9年は酸化銀電池である。1960年代初頭からは不足する電力は太陽電池で補われた。S、バンドビーコンが アジェナに地上命令シーケンスを受信させることを可能にした。一定の時間を経た後で実行するように内蔵の記憶装置にストアすることすらも可能だった。アジェナの改良は3代にわたって続けられた。アジェナ A 型は作られたうちで最も初期の方だった。バンデンバーグ空軍基地の第75複合打ち上げ施設とポイントアルグエロ第1複合打ち上げ施設から 大抵は衛星を国軌道に投入するために、そうやアトラスロケットの上段として打ち上げられたものだった。ケープカナベラル空軍基地第14複合打ち上げ施設からアトラスアジェナの打ち上げが2回あった。アジェナ A 型はベル8048エンジンで水力を得ていた。このエンジンは2分間に6 9トンの水力を発揮した。 A 型は1959年から1961年にかけて打ち上げられた。アジェナ B 型は製造されたうち2台目のものだった。軌道上で再始動ができて7 1トンの水力が得られるベル8081エンジンを装備していた。機体はエンジンがトータルで4分間燃焼するのに十分な推進剤を積んでいた。アジェナはセイモス E 型。 セイモスイカタ、マイデス早期警戒衛星、レインジャーガツ探査機、ルナオービターガツ探査機といった科学衛星を打ち上げた。アジェナ D 型はロッキード社工学担当執行役員ローレンス・エドワーズの下、提案の結果であった。エドワーズは基本的なアジェナの構成を標準化することを提案し、ペイロードの要件次第で不可的な要目を追加するように持ちかけた。また、 彼はアメリカ国防総省からのタイタンロケットと運用上で互換性があるようにせよとの要望があることも案に漏らしたのである。デイビッド・スパイアズは標準化をこのように要約する。アジェナディ型は直径1.5メートルで長さ6.3メートルあった。内蔵電池からは19500ワット時の電力を供給した。2012年現在、アジェナディ型は アメリカ製上段ロケットの中で一番多く打ち上げられたものである。アジェナのために用意された特別な生産ラインは毎年40機ものアジェナディを出荷するために準備された。ローレンス・エドワーズは空軍がアジェナリーはその設計が実用に耐えられるまでに枯れた状態にあると宣言するまでの数年間エンジニアリングに責任のある立場に留まった。 アジェナ D の退役までに、その信頼性は95%以上に達した。アジェナ D は KH-7 ガンビット偵察衛星。マリナー計画では3機の金星探査機、2機の火星探査機を打ち上げるのに使われた。1970年代初頭、ロッキード社はスペースシャトルのペイロード米内にて、アジェナを使えるかどうかに関して、研究を行った。 カーゴベイの内径に合わせて、太くしたアジェナ C 型が提案されたが、ついに作られることはなかった。アジェナ2000型が近代化されたアジェナとして設計され、発展型使い捨てロケットアトラス V ライト、コンフィギュエーションの冗談として使われることが予想された。アトラス V ライトは、ミディアムコンフィギュエーションの標準化をするために、白紙撤回された。結果、 アジェナ2000は二度と作られることはなかった。アジェナ標的機はアジェナ D を元にして作られた。ジェミニ計画の下で進められたミッションのため、ランデブードッキング標的として使われるミッション、支援機器類を取り付けられたものである。ベルエアロスペース社の8247型エンジンを取り付けられた。このエンジンは15回の再着火を保証されたものであった。後のミッションでは、 宇宙船をもっと高い高度の軌道にブーストするため、または元の低い高度の軌道に戻すために、ジェミニ宇宙船がドッキングした状態でエンジンを噴射するという使い方もなされた。ジェミニ11号のミッションでは、遠地点 1375km の大円軌道に投入した。これは、有人宇宙飛行における最高高度に到達した記録である。後にこれは、 最初の有人月飛行ミッションであるアポロ8号の打ち上げによって破られた。ありがとうございます。